皆さんこんこにちは今回は AO 推薦入試ガイダンスの「AO 入試とは」について学んでいきましょう AO 入試とはアドミッションオフィス入試の略なんですアドミッションオフィスとは入学管理局のことです入試を担当する部署で何か入試で困ったことがあればこの「アドミッションオフィス」に相談するといいでしょう。 困った時のアドミッションオフィス、そう覚えておいてください。AO 入試というのはもともとアメリカ発祥の入試形態なんです。あのハーバード大学をはじめアメリカでは AO 入試が主流となっています。日本では千九百九十年頃に慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス SFC ですね。そこの総合政策学部と 環境情報学部のこの2学部が初めて導入したんですさて出願資格についてですが原則として学校長の推薦は不要です自己推薦で受けられますまた表定平均値も出願要件には課されていないことが多いです日程がかぶらなければ閉願も可能です 気になる選考方法についてですが大学によって異なりますここではオーソドックスな選考方法を説明しますまず書類審査、小論文、面接この3つが問われることが多いんですその他にもプレゼンテーションやグループディスカッション学科試験や実技試験そういったものを課す大学もあります ではこの「栄養入試」一体どんな人が受かるんでしょうか全国レベルの実績ががなななないいいいとと受受かからら一芸はたまた部長や生徒会長といったそういった役職についていないと不利になるボランティア活動や留学経験がないと受からないそのように考えている人がいますししかしこれらは間違いです。 栄養入試で受かる人というのは考える力であったり書く力、聞く力、話す力こうした総合力のある人が受かるんです栄養入試は一元入試ではないということを覚えておいてください今回は以上になりますではコスンでした